HEA17 号機による UNATEC-1 の打ち上げ UNATEC-1 は日本の大学宇宙工学コンソーシアムによる宇宙機。愛称はシニエン。金星へのフライバイを計画しており地球の重力圏を離脱する世界初の民間宇宙機である。2010年5月21日に種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ予定軌道に入った。 2008年 JAXA が金星探査機、暁の相乗り衛星を募集した。これによって民間宇宙機が金星域を選択することが可能になったが、距離的な問題で超小型衛星では通信を行うことすら困難になってしまい、観測などの本格的な科学ミッションはまず不可能であった。さらに、打ち上げが2010年に予定されており、開発期間も非常に限られていた。 こうした制約の中、機体内部で各大学が開発したオンボードコンピュータをコンペ形式で対宇宙環境性能試験を行う計画が立てられた。複数の大学、高専がこの計画に参加を表明し、予選会として対真空、対熱、対振動試験が2009年夏に行われた。その結果、電気通信大学、東京理科大学、 北海道工業大学、高知工科大学、東北大学、慶応義塾大学の6台が選ばれた。これらが、うなてック -1 に搭載され、6台のうち1台ずつ定期的に起動し、企業が開発した信頼性の高いメインオンボードコンピュータから送られてくるコマンドの解釈ができているか、また決められたパターンで正確にデータの送受信ができているか、 マブックによって試験されその結果が地上に送られる。マブックからウビシへ渡されるデータには搭載カメラおよび放射線の計測データが含まれる。各、ウビシによる生き残り競争を利用してカメラの映像から本機の姿勢を計算したり価格観測を行うこともミッションの一部とされる。ニセック所属の各大学、高専が共同で衛星を開発し試験結果の受信。 解読に最低1回でも成功すること。予測される3メートルアンテナでの通信可能期間、試験結果の受信、解読を行うこと。フルサクセスからさらに2ヶ月を超えて、試験結果あるいは観測データの受信、解読を行うこと。ウナテック -1 は約35立方センチメートルのキューブ型で、重量は約2 0ラム機体の表面に、 太陽電池パネルが貼り付けられ、約 25W の電力を発生する。姿勢制御システムは搭載されておらず、全方向性アンテナを搭載。ウナテック -1 は姿勢制御システムも展開システムも持たないので、電波が非常に弱い。そのため打ち上げ前からアマチュア無線コミュニティにも電波の受信、デコードの協力を求めている。 ウナテックマイナス -1 の開発は22の大学、高専によって行われた。太字は、主担当校。2008年11月にウビシコンペが告知される。2009年8月10日から13日にかけて、九州工業大学にて、ウナテックマイナス -1 に搭載される、ウビシの選考会が行われ、秋田大学、香川大学、慶応義塾大学、高知工科大学、 東海大学、東京工業大学、東京理科大学、東北大学、電気通信大学、北海道工業大学が参加し、東京理科大学、北海道工業大学、高知工科大学、東北大学、電気通信大学、慶応義塾大学の宇備士が、搭載権を得た。金星探査機、暁の相乗衛星として、ウナテック -1 を乗せた H。 イーアロケット17号機は、当初、2010年5月18日6時44分14秒に、打ち上げを予定していたが、天候不順のため延期され、3日後の21日6時58分22秒に、打ち上げられた。なお、大学の開発による愛の利益星として、ウナテック -1 と同時に、願い、クサート、ワセダサット2が同時に打ち上げられた。打ち上げは成功し、 打ち上げ当日の午後には、ウナテック -1 からのものと思われる電波を受信し、予定軌道への投入が確認された。これを受けて、ウナテック -1 の愛称、深淵が発表された。この時得られた電波状況も25日に追記の形で報告された。しかしその後、公式の運用センターでは電波を拾えなくなっていることを明らかにした。 5月26日の宇宙開発委員会では、同時に打ち上げた、クサーとワセダサット2ともに、ウナテックマイナス -1 の信号が観測できない状態であることが報告された。JAXA は今後発見される可能性は低いと見ているが、ウナテックマイナス -1 の公式ウェブサイトでは、今後も引き続き有志による受信報告を募っている。JAXA が8月2日に開催した第3回。 アイノリコ型副衛星ワークショップによれば、最後に通信が成功した位置は地球から約27万キロメートルの地点だったという。そのため、バンアレン体の突破は成功したとされるが、信号が得られたのは衛星分離45分後の1回目のパスのみだった。またテレメトリの内容が本来の設計に外れたものだったことが分かっており、予想よりも低温にさらされたことで、 電力系に不具合が生じたと予想されている。ミニマムサクセスを目指してその時得られた断片的なデータの解析が続けられているが、解読は難航している。ありがとうございます。